東園機構東園機構3月4日から1934年2月26日は、日本の内務、警察官僚、政治家、家族、幹線と山県知事、貴族院死社区議員、東京府出身、自重宮中顧問館、死社区、東園機愛の長男として生まれる、学習院高等学科を経て、1903年、 東京帝国大学法科大学政治学科を卒業し大学院に進む。同年、文部省に入省し、普通学務局属となる。1904年11月、文官高等試験行政科試験に合格した。1905年、内務省に展示内務属となる。以後、岡山県事務官、静岡県事務官、第二部長、滋賀県事務官、警察部長、愛知県事務官、 警察部長、茨城県内務部長、東京府内務部長などを歴任。1919年4月、富山県知事に就任。人通中学校、上市農学校の設立、氷見漁港の築港、県道指定、県営電気事業の実施などを推進した。1921年12月24日、知事を異岸面本館となり退官した。 知事退官直後の1921年12月27日、納品電気株式会社の代表取締役社長に就任。同社からは、翌1922年7月に退くが、7月20日付で、今度は、白山水力株式会社の代表取締役社長に選出された。納品電気、白山水力ともに、福沢桃介が関係する、電力会社である。 白山水力社長は、以後1926年4月まで在任している。この間の1925年7月、貴族院施釈議員に選出され、研究会に属し死,死去するまで在任。その他、商工審議会委員、土木会議議員、学習院評議員会員などを務めた。ありがとうございます。